これも珍しいものなんですが、トヨタの、セリカですね。でこれは77年8月に6年8ヶ月分に車に転入された2代目セリカでして、先代と同じくカリーナとの共通のフロアユニットに2ドアクーペあるいは3ドアのリフトバックボディを、加工するが、先代がいずれもセンターピラーのないハードトップだったのに対して新型は両方トーピラーを備え、エンジンは従来からの OHV1600、SOHC2000、DOHC2000 に加えて DOHC1600 が付加し、新たに OHV1800 も内蔵。サスペンションは船体と同じく全ストラットコイル力です。後ろ5リンクコイルのユニットで高性能の GT 系にはギアにもスタビライザーが付く。また4輪ディスクブレーキも加わる。78年3月に LB にサンルーフ付きを加え、翌4月に米国市場におけるタイフェアリージェットを主眼とした上級モデルの XX が、登場したんですね。で、これはロングノーズ化した LB のボディにコロナマーク2やクラウンと共通の直六 SOHC2000、2600エンジンを搭載した豪華版で角型4灯ヘッドライトを備えている。で、同年9月のマイナーチェンジとともに 2000GTV に代わる 2000GT ラリーを2000GT ラリーを11月には 1600GT ラリーを追加して、79年8月には4気筒版のヘッドライトが角型4灯になるなどフェイリストを受ける。で、80年8月のマイナーチェンジでは GT 及び XX 系のリアサスペンションがセミトレーニングアーム、コイル独立となり、XX の2600ユニットは2800に増強された。で、翌81年4月にフルモデルチェンジして、3代目となったという車ですね。で、これは2代目の、セリカの車になります。これもあまり当時は、セリカは初代はよく売れたんですが、それ以降はあまりセリカはあんまり売れ行きがね、あんまり良くなかったんですよ。で、それでこのような車ね、でも今見るとかっこいいって言えばかっこいいデザインかもしれませんね。ただセリカの場合はやっぱり初代が同時でもイメージがやっぱり強かったので、2代目以降はあまり売れなかったということで、非常に賛否両論が、ずっとセリカはそれが尾を引いちゃって、結局最終的にまでなってしまったんですね。ただその時にセリカとして唯一その売り上げを伸ばしていったのが80年代の83年の私をスキーに連れてってのセリカと、次のその90年代に出てきたあのイニシャル D でもね、あの匠の彼女をさらってった犯人が乗ってたセリカですね、あれが唯一のセリ歴代のセリカの中で、あの2台が唯一の人気のあるセリカだったんじゃないかなと思います。ただそれだけやっぱりセリカというのもなかなか販売面では苦戦をしていた、車です。でもなかなかこれいいですよね、このドライブタウンというのはね。なので、こう、昔の車なんですけど、その割には随分と状態も綺麗なので、びっくりするぐらい綺麗なので、あんまり使われてないのかなっていうところがあります。なので、なかなかこういった車を見つけるのも、非常に貴重でいいんじゃないでしょうかね。これから先は本当に何度も言いますけど、ガソリン車がなくなってしまうので、そうするとガソリン車が走っていた頃の時代の車というのを、コレクションしてみると、いうのはいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。